はい、では説明を。はい、ですね、あの DJ プレイヤーはですね、2つボール来てないの iPhone、iPod たちがミキサーに繋がってまして、これ早くするのどうするの？これは打つときにジャンプする。これをこうミックスすると、あの別の曲が流れるので、でこれはまあ別に アプリ の機能ではないんですけど、モニター機能、まあ、DJ さんが普段やってるのはモニター機能って言って、流してる曲とあの反対側の曲をあらかじめヘッドホンで切ってセットするんですけど、まあ、あの今出てる曲とは別にこちらの曲をセットします。で、実際には聞こえてないんですけど、どんなことやってるかというと、まずあの正確にあの急出しって言って、あのストップさせる、まず一時停止した状態なんですけど、あの正確な急出しをするためにこうストップします。で、あのどのタイミングから始まるかを、これでダダダダダっていうことを聞きながら、決めます。でこの辺にしたかったら、でこれでまあ頭出しのところをですね決めます。で普通の iPod だと結構あのなんていうか、あの頭出しの部分適当なんですけど、まあ、これはあの100分の1秒までですね、あの、指定することができます。であとは、再生速度ですね、ピッチの速度を変えることがあのできまして、まあ、これあの2つの、プレイヤーの音楽をミックスするときにテンポを合わせる必要があるんですけど、まあ、そのときにあの再生速度をあの変えられるようになってます。で、であの再生速度どうやって合わせるかというとですね、こちら の, あの真ん中のところにですね、タッチカウ、あ、タップカウンターがついていて、こうリズムに合わせてタップするとBPM が計測できるようになります。で、それとあのこのピッチ の, あのフェーダーがです、ね、連動しているので、この BPM をこう両方で合わせれば同じあの、リズムになります。あとはですね、あのちょっと iPhone ならではのちょっと遊び機能がついてまして、あのスクラッチですね、この機能がついてます。それからあとはですね、あれ抜けちゃった。はい、じゃあこっちに。あ、ですね、あのシェイクサンプラーって言ってですね、あの振った時にあの加速センサーを使ってサンプリングの音を出せるようになってます。で、結構あの iPod って小さいのでちょっと動きが細かくなっちゃうんですけど、これを使うことによってこういう感じで、あのストリートでも、という機能をつけました。で、まあこの辺のところを使って もうちょっと面白い機能をですね、あの実際のその現場のストリートを歩いてみて、あのどんどんつけていきたいというふうに思っております。